古川靖君。以上。古川君。自由民主党佐賀2区選出の古川靖でございます。私は12年近く佐賀県知事を務めておりまして、答弁をするということは累次ございましたけれども、質問をいたすのは初めてでございまして、昨日も質問を作りながらつい答弁まで書こうとしておりました。本日は林農林水産大臣の所信に対するお尋ねをするトップバッターという大変名誉ある機会を与えられて、本当にありがたく思っているところでございます。それでは早速質問に移らせていただきます。林農林水産大臣は今回の所信の表明の中で、強い農林水産業、それと美しく活力ある農産漁村、この二本柱に沿った形で所信について述べられました。私もこれに沿って形でお尋ねをさせていただきたいと思います。そういう中でまずお尋ねをしたいのは、今回の農地法、そして農振法の見直しでございます。内容的には地方自治体側が長年にわたって求めておりました農地転用に関する事務権限を地方自治体に移譲することというのが主な内容になっておろうかと思います。これについては大臣もよくご存知のように、地方自治関係者が長年にわたって求めていた改正でございました。自分たちの土地をどうするかについて自分たちが責任を持ちたい、そういう気持ちで再三にわたってお願いをしてまいりましたが、今回ようやくこうした改正案が出される運びになったことは、私も長年にわたってこうした運動をしてきたものとして嬉しく思っているところでございます。しかしながら一方で、これについてはただ単に事務権限を移譲すればそれで済むということではないとも思っております。新しい仕組みを導入していくことによって、必要な農地はしっかりと確保するということも実現しなければならない、私もそう考えるところでございます。今回の農地法の改正の中では、これまで大臣の事務、あるいは大臣への協議が必要とされていた部分について、都道府県知事が判断をする、あるいは都道府県知事が判断をするに際して、大臣に協議をするといった形で、地方分権が進められようとしています。また一方で、農振法の整備の中で、失礼しました、農振法の改正の中で、基本指針の策定に関する意見聴取手続きが新しく出てこようとしております。そこでお伺いをしたいと思うんでありますけれども、まず今回、農振法の改正によりまして、国として、あるいは都道府県として必要とする、確保すべき農用地の面積目標の基本的な方向、あるいは都道府県の面積目標設定基準について、これまでになかった仕組みが導入されようとしていると伺っていますけれども、これについて具体的にどのような仕組みなのかをお尋ねいたします。三浦農村振興局長。お答え申し上げます。今回の地方分権への対応におきまして、農振法の改正によって措置をしようとするところについてのお尋ねでございます。農業振興地域の整備に関する法律、略称農振法と申しておりますが、その農振法の中で、国の基本指針の中で、目標面積を定めるということとなっております。で、これについて、今回、都道府県の意見を聞くということをいたしますとともに、都道府県が市町村の意見を聞くということも新たに盛り込むということとしております。また現在、都道府県が目標面積の設定ということをしておりますけれども、その設定の基準を国が作ることとしておりますが、それについて現行制度で都道府県の意見を聞くこととなっておりますけれども、その都道府県の基準案につきましても、都道府県から市町村の意見を聞くということとしておりまして、このように市町村のこのプロセスに位置づけるということが、眼目の改正を行うことを考えておるところでございます。委員長。古川君。はい。今、ご答弁いただきましたように、これまでは必要な農地面積について、それぞれ個別の市町村においては、自分たちの市町村の中で何ヘクタール農地が必要なのか、
あるいは確保すべきなのかということについて、具体的な数値目標を持っていなかったというところになっていました。これを今回は、それぞれの市町村が自分たちのところでは何ヘクタール面積を持つということを都道府県と協議をし、そして都道府県も国と協議をするという仕組みがビルトインされた、されようとしているということは、私は大変素晴らしいことだと思っております。すなわち、市町村が自分たちの区域の中の確保すべき農用地の面積について、いわば責任を持つと、公的な形で外に出していくことになったということは、非常に大きな意味があるということになっていると思っております。で、その前提に立って、今度は農地法が改正されることになっているわけでございますけれども、そこで農地法の改正についてお尋ねをいたします。農地法の改正の内容は、この農地転用の事務権限の異常についてということになるわけでありますけれども、その判断する主体がこれまで、農林水産大臣だったものが都道府県知事に移っていく、一部指定市町村に移っていくということになるわけでありますけれども、その事務は移りますけれども、農地転用の基準の考え方そのものについても、今回何か変更があるのかどうか、これについてお尋ねをいたします。三浦局長。お答えいたします。今般の地方分権改革におけます都道府県知事等への農地転用許可権限の異常にあたりましては、これに伴って農地転用許可基準の見直しを行うことはしないということを考えております。で、今後とも有料農地の確保を図ることを基本といたしまして、農地転用許可制度の適切な運用を図ってまいりたいと考えております。古川君。はい、ただいまご答弁いただきましたが、基準を緩めるということではないということで、これらがきちんと適切に運用されていく、さらに合わせて市町村も自分たちの農地の面積について責任を持つという体制ができていくことによって、必要な農地の面積を確保されていくものと考えているところでございますが、今までに全くなかった仕組みとして、指定市町村というのが新しく出てこようとしています。これは都道府県知事に代わって、一定の市町村については、その都道府県知事の権限を市町村長が実行できるという新しい仕組みのようでございますが、そこでお尋ねをしたいと思います。この指定市町村というのは、一定の基準を満たせば、合格できるような、そういうものなのか、それとも中んづく特に優れたものだけが、この指定市町村になっていくという意味なのか、現時点における考え方をお示しいただければと思います。三浦局長。今般の地方分権改革におけます農林水産大臣が指定する市町村への農地転用許可権限の異常についてでございますが、これにつきましては、市町村の申し出を受けまして、一つは農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用できると認められること、それから二つ目には、農地転用許可制度等に係る事務処理体制が整っていると認められること、それから三つ目には、有料農地の確保に係る適切な目標を定めていると、いった基準を満たすその農地の確保に責任を持って取り組んでいただけるような、そういう市町村を指定するということを基本的に考えております。で、具体的な指定基準につきましては、今後、学識経験者や地方公共団体関係者等からなる検討会を立ち上げまして、検討することとしているところでございます。古川君。分かりました。この市町村についても、安心してその事務を お任せすることができるところを指定するというお考えだというふうに理解をいたしたところでございます。次に、その農耕法の適用見直しの問題に移ってまいります。新農政プランをはじめとするさまざまなプラン、あるいは日本最高戦略の中でも、最近は、この農業に関する所得を2倍にしていくということがあちこちで述べられております。これは農業所得だけでなく、その関連も含めて2倍にしていくことであると理解をしておりまして、これ、私自身も選挙の時にもずいぶんいろんなところでお話をさせていただきまして、本当にそういったことができるのであればということで、私は期待感を感じたところでございます。で、そういう中、農業所得だけでなくて、その関連、あるいはその農家に入ってくるような所得ということを含めて、2倍を目指すということになっていると理解をしているところでございますが、さらに加えて言えば、最近、いろんなところで、議論をされているその移住の話でありますとか、
そういったことを考えますと、また人口減少にどう対応するかということを考えますと、農業、あるいは農業と関連と言えるかどうかは別としても、その農業地域に新しい工場が進出してくる、そういうことによって、農村地域の雇用を生み出していくということは、非常に重要なのではないかと考えております。その意味で、農業地域における工業の導入にかかる法律、農工法の存在は極めて大きな意義があると考えております。ところが、この農工法には適用の制限というものがございます。それが人口20万人という要件でございます。まあ、もちろん農村地域において工業を導入するという法律でございますから、大都市においてはそれは必要ないのかもしれませんが、昨今進められた市町村合併によって、もともとは農村地域であった、そして実態としては市町村合併をした後も、その農村地域であるという実態は変わらないながらも、自治体の人口規模だけは20万人を超えているというような例がいくつもございます。佐賀県内にもございます。そういう人口要件を考えたときに、結果的に今20万人以上になっているところが、現在の農工法において対象に なっているのかどうか、このことについてまず事実関係をお尋ね申し上げます。三浦局長。答えいたします。農村地域工業等導入促進法、略称農工法でございますが、適用を受ける農村地域につきましては、法令で要件が定められておりますが、要約いたしますと、農業振興地域、振興山村、または過疎地域をその区域に含んでいる三大都市圏以外の市町村であって、人口10万人未満の市町村、あるいは人口増加率や製造業等就業者率が全国平均よりも低い人口10万人以上、20万人未満の市町村となっておりまして、まあ、すなわち先生のお話にございました、合併で人口20万人以上となった市町村というのは対象とはならないということでございます。鶴川君。今、ご答弁ありましたように、残念なことに、結果的に今、20万人以上の市の一部となっている地域は、農工法の対象になっていないということが分かりました。しかしながら、実態としては、市町村合併によって、区域が、市町村の区域が変わっただけで、実態は何も変わるところがありません。で、これについて、私は佐賀県知事の時代から政府に対して、こうしたことの見直しについて、ぜひ検討をお願いしたいということを申していたところでございまして、それは地方6団体としてもお取り上げをいただき、政府としてもお取り上げをいただいたものと理解をしているところでございますが、これについての対応の状況はどうなっているのか、お伺いしたいと思います。三浦局長。農工法の農村地域の人口の要件につきましては、平成26年の地方からの提案等に関する対応方針の平成27年1月30日の閣議決定でございますけれども、この方針におきまして、制度の活用が一層促進されるよう、その緩和を含めて見直しを検討し、平成27年中に一定の結論を得るとされております。で、農林水産省でいたしましては、この閣議決定に従って検討してまいりますけれども、農工法の制度も含めて、農村地域において雇用を確保し、所得を向上させるための方策等について検討するための有識者検討会を立ち上げることとしたところでございまして、この検討会の中でご指摘の点につきましても、検討してまいりたいと考えております。鶴川君。はい。その会議の中で、地方の意見も踏まえたいい結論が出ることを期待申し上げたいと思います。次に、大きな2番目の美しく活力ある農産業村の質問の中で、まず、水田フル活用についてお尋ねをしたいと思います。昨日示された米国の信用土への利用の促進に関する基本方針案の中にも書いてありましたが、水田面積の現在、水田面積の約6割で主食用米の需要を賄える状況にあるということで、誠に残念なことに、現在はこの水田で主食用米を作付けされてたら作りすぎてしまうという状況にございます。そういう中で、新しい用途のものをどんどんやっていこうという方針が農水省から示されているところでございますけれども、その話を地元にしますと、本当に大丈夫なのかと、そんなこと言ってるけど、また変わるんじゃないのか、予算確保できるのかということを聞かれます。
こうしたことについて、その政治家である政務三役の皆様方は、地元ではどんなふうにこう支持者の方にご説明されているのか、その件をお示しいただければと思います。安倍副大臣。委員にお答えいたします。特に我が国におきましての使用用米の需要が毎年8万トンずつ減少している中にありまして、需要に応じた生産を進めるとともに、委員がおっしゃるように水田のフル活用を図るため、この需要のある飼料用米などの食用米以外への転換を進めていく必要があるんだと考えております。飼料用米の需要に関しましては、27年産につきましては畜産農家から新たに 4.4 万トン、飼料会社から約100万トンの需要が示されているところでございまして、中長期的には日本飼料工業会から価格などの条件が合えば約200万トンの使用が可能との発表があるなど、さらなる需要が見込まれているところでございます。農林水産省といたしましては、このため飼料用米などの生産拡大に向けまして、水田活用の直接支払い交付金を充実し、数量払いのいわゆる導入などの飼料用米の、また米粉用米のインセンティブを高める、利用拡大が見込まれる多種性の専用品種の種子についての必要量を確保する、公衆側におけるカントリーエレベーターの整備、畜産側における加工保管施設などの整備に対しまして支援するなどの措置を講じているところでございます。引き続き農業者の方々が安心して飼料用米などの生産に取り組むことができるように、新たな食料農業農村基本計画におきましても飼料用米などの戦略的作物の生産拡大を位置づけ、その達成に向けて必要な支援を行うこととしているところでございます。ぜひともよろしくお願いいたします。福川君。この、まあ、こういう方向についてはみんななんとなく分かっているとは思うんでありますけれども、そうなっていけばどうしても財源が必要になってまいります。私ども自由民主党は、その必要な財源を確保しつつ政策を進めていくというのがこの党是みたいなもんだと思っております。でこうしたことをやっていこうとすればするほど、今の農林水産省予算では足りなくなるというようなこともあるのではないかということも危惧します。でそのためにも、こうした水田を守って育っていくことの大事さ、いわばその国家安全保障上の観点からも、そういう飼料米の作付けについて何らかの形で国民の方々にご理解をお願いするような事柄もこれからやっていかなければならないのではないかということを私自身感じているところでございます。最後、農協改革についてお尋ねしようと思っておりましたが、時間が来ましたのと、まず次の宮地委員も同様の趣旨で農協改革についてお尋ねをいただくということになっております。まあ、最後になりますが、林則文大臣、この農協改革についてもう一言だけお願いしたいと思いますが、この農協改革、私も地元に帰りますと、その何をやろうとするのか、本当に大丈夫なのかという声を伺います。私どもはこの農協のが今のままでいい、農業が今のままでいいとはそのようには考えておりません。今回、今この自由民主党、公明党が一緒になって、そして政府と一緒になって進めようとしている農協改革が農協に何をもたらすのか、ぜひ大臣のお言葉で、いただければと思います。以上であります。林農林水産大臣。この農林水産業地域の活力創造プランというのを決めさせていただきまして、まあ食料が大変にこの足りない時代にですね、どうやって供給をしっかりやっていくかということから、まあ食料がまあ需給が緩んできて、このどうやって売っていくかということが大事な時代になってきた。それに対応してですね、まあ、6次産業化、それから国内外、海外マーケットも視野に入れた需要の開拓、そして生産の方も、この集積バンクによる担い手農業者への農地集積、こういうことをやってまいりました。まあ、したがって、これをやっていくためにはですね、政策もそういうふうに変わっていきますし、その政策の下でそれをやっていく主体、これは農業者であり農協でありということになりますが、これもさらにこういう政策を活用していただいて、自由にですね、経営を展開していただかなければならないと、まあ、こういうことでありますので、やはり農業者が自主的に設立した共同組織であるというですね、農協の原点にもう一度立ち返っていただいて、新しいこの環境にやっていこうと。で、私も地元でよく申し上げているのは、今までやってきたことがですね、間違っていたというわけではなくて、
環境が変わってきたので、それに合わせてですね、やっぱりより良いものに変わっていこうということをみんなでやっていこうと、こういう改革でありますという説明を意を用いてやっているところでございます。古川君。委員長ありがとうございました。以上で私の質問を終わります。